ね、本日は、カンボジアシェムリアップのですね、アンコール遺跡群のですね、タップロームっていうところに、行きます、タップローム遺跡とかですね、タップローム寺院とかいうみたいなんですけども、ね、こちらもトゥクトゥクでですね、移動して、行きたいと思います。はい、トゥクトゥクで到着したので、ここからですね、タップロームに行きたいと思います。もうね、石がねちょっと倒壊してる感じになってるんですけど、でこちらがですね、入り口のところね、トゥクトゥク止めるとこなんですけど、結構売店の人がね、お土産買え買えっていう感じでね、すごくね、結構オファーが強いです。子供がね、いろんなもの持って1ドルだ2ドルだってあります。こんな感じでですね、行く道にもね、お土産を持った人がね結構いるんで、まあ、結構かなり推しの強い、感じでね、来ます。で、タップロームのこの寺院に行くまでにちょっとね歩くんですけど、途中でね、チケットもちゃんと見せてもらって、そこからですね進んで、行きます。こちらもですね、ガイドさんみたいなのがいるんで、まあ、頼めばね有料でガイドをねしてもらうこともできます。こちらがですね、タップローム寺院になってきます。で、こうね、建物となんかガジュマルの木がこうやって融合してるというかですね、このガジュマルの木で支えてるのか、それともガジュマルの木でね倒壊してるのかわからないみたいな、ね、感じになってるみたいなんですけど、もう結構石がね崩れてるところが結構多いですね。ただね、こういった、空洞がねいっぱいあってですね、そこからね光が入ってね、またそれはそれですごくいい感じというかですね、この木との融合が非常にですね、写真に撮るのにねちょうどいいかなって感じがします。はい、タップロームはですね、なんかいろいろね塔みたいなのがいっぱいあって、中にね空洞とか穴とかいっぱいあるんですけど、その中にね、昔財宝とかね、そういったものがね埋められていたんじゃないかって言われてるみたいですね。こんな感じですね、壁に生えたね木の前でね、写真撮影してる人は結構多かったですね。タップルームに行ってきました。あ、めちゃくちゃやっぱここも暑いですね。もう頭もすごい風でぐるぐるになってますけど、はい、なかなかですね、素晴らしい建築物だと思いますので、ぜひね行ってみていただければなと思います。